こんにちは。美容整体サロン店員の方の谷内です。本日はですね、顔の筋肉をほぐすと肌にもいいんですということをお話しさせていただきます。顔の筋肉をほぐすとですね、たるみとかむくみに効くと、皮膚の中の問題なんですよということをお話しさせていただくんですけども、肌自体にもいいんですよってことなんですね。どういうことかと言いますと、代謝ですね、筋肉をほぐすということはもう体全体ですね、もう顔全体の代謝、血液の流れが良くなることによって代謝が良くなります。当然ですね、皮膚に対して栄養を送っているのは血液、酸素と栄養を送ってます。これがですね、筋肉が凝っている状態だと血液循環が悪いんで、皮膚にも栄養が行きにくいんですね。つまり代謝が悪くなってます。なので肌荒れだったりとか、毛穴が目立つだとか、どうもこうコンディションが悪いという状態になりやすいです。逆にですね、筋肉がほぐれてるとですね、肌への血液供給量が増えます。そうすると、新陳代謝上がります。そうすると新しい皮膚がどんどんできやすいです。それの証拠にですね、本当にキメ細かくなったですね、肌のキメが細かくなっただとか、化粧のノリが良くなったとか、いろいろ、お客様から声はいただきます。ちょっと僕は男性なんで化粧の感じは分かんないですけども、実際肌にもいい効果を出すというのが実証済みですね。なのでですね、スキンケアもちろん大切なんですけれども、筋肉をほぐすことによってその気になるお肌ですね、皮膚、肌の方にもいいことがいっぱいありますよと。代謝が上がる、新陳代謝が上がることによって皮膚の生まれ変わりが早くなる、肌のキメが細かくなる、化粧のノリが良くなる、ということですね。なんで体の中の血液循環を良くすためにも、顔の筋肉をどんどんほぐしてくださいという話でした。本日もですね、動画をご覧いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。